こう完売しててこんなに煽ったのに何の完成もないってなかなか難しい。普通はなんか一キャ二キャあるんですよ。すいません、ちょっと遅れましてね。なんか聞いたらなんかこの前東京で独演会やったんですよ。その時は15分遅れまして、でそれで、ね、お客さん この入りの、体温検査とかいろいろやるでしょ。そのせいでちょっと遅れたのかなと、だから吉本責任なのかなと思って、ちょっとマネージャー怒ったんですよ。ちょっと何やってんだと。いや村本さんのお客さんだけですよ。急に怒られましたね。僕のライブだから遅れたんですね、お客さんが。なぜかって聞いたら、僕のライブのお客さんぐらいのもんだしですよ、住所書くときになんで個人情報を書かないといけないんですかって。なんで個人情報を書かないといけないんですかって怒られるんですね。皆さんどうですか、2階席も今日は 50% で、じゃコロナ対策十分、ちゃんと 50% という条例を守ってちゃんとやっております。ちゃんとお客様全部入るところの半分の人数を一席も空けずにギュッとやってるのが困るんです。怒った方がいいです。怒った方がいいよ。だってもう上もいっぱい使えるのにギュッとやってるのって。その石をひっくり返したら
そこに虫がたくさんいたんですよ。今日はそんな感じです。